旦那に言えないこと。特定バレ防ぐためフェイクあり。自分が、旦那の両親と兄弟を殺した犯人の姪ということを隠して結婚したこと。旦那は小学生の頃に修学旅行中に家に強盗に入られ、両親と兄弟を殺されている。その犯人がおば。私は旦那に出会った時には両親も祖父母も他界していて、おば家も音信不通でおばは死刑囚で出てくることはないので、天涯孤独で通して結婚した。最初に旦那から事情を聞いた時は似た話だと思っただけだったが、後で不安になり調べたら完全におばのやった事件だった。どうしても別れたくなかったから、隠してうまく誘導して妊娠して結婚した。絶対に墓場まで持っていく。真相。小6の時の嫌な思い出です。クラスでいじめっ子みたいな奴がクラスにいたんだけど、ここでは M とします。そいつ、すごい嫌がらせみたいのをされてた時期があった。はじめは物の紛失で、最初は消しゴムとか小さいものだったのに、そのうち上履きとか体操服とかが時間経たずになくなって、それはさすがにおかしいって騒ぎになったのね。大きいものが取られてからは物が取られたりとかはなかったんだけど、プール出た後の服を水浸しにされてたり、変な手紙が机の中に入ってたりして、さすがに悪質だって話になった。手紙ってのがまたすごくて、何かこぼして汚れた紙みたいなのに赤い汚い字で、お前は何月何日に死ぬ、とかの気持ち悪い内容。放課後残されてみんな机に伏せて、担任の先生が、やった子は手を挙げなさい、とか、一人一人呼び出して質問されたり、とにかくいろいろしたけど結局犯人は見つからなかった。それでなんでだ?って話になって M は切れるわ、他は犯人扱いされたらたまらないわ、気持ち悪いわで、教室の雰囲気が全体的に悪くなった。そのうち、あいつが犯人なんじゃないかみたいのがやっぱり出てきて、クラスのネクラっぽい性格も評判悪くて嫌われてる奴がいて、デートします。しかもそいつたまに M にいじられキャラみたいにされる時があったから、疑惑の矛先はそいつに向かった。で T は M にお前だろ、とか責められまくったんだけど当然 T は否定してた。それから M が T をいじめ出して、机に落書きしたりだとかでもう泥沼。それでその度にクラスの結構優しい奴がいたんだけど、ええとします、T をかばってあげてて、それにちょっと感動した。ちなみに A 以外はみんな M とも T ともその騒動自体とも関わりたくなくて、ほとんどノータッチ。A は T にも普段から優しくていいやつだなーって思ってたんだけど、T はやっぱり耐えきれなくなったのか学校にも来なくなった。元から休みがちなやつだったのと、こんな空気の中来ない方があいつにもいい、みたいな風になって特に波紋はなかったんだけど、T が来なくなってからきったり嫌がらせが止んで、結局クラス全体嫌な空気になって終わった。なくなったものは結局出てこなかった。M も途中から来なくなった。それからなんだかんだあって、なぜか結構 A と仲良くなった。友達と A の家遊びに行った時があって、その時たまたま A が食べ物取りに部屋から出てった時があった。A なかなか帰ってこなくて、その時の悪い癖でその時ちょっと友達と部屋勝手に見たのね。エロ本ないかと思ってベッドの下を漁ったら、なぜか M の体操服とか靴とかが出てきた。破けたりしてぐちゃぐちゃの状態で、めちゃくちゃ驚いて、他にも何かあるんじゃないかって話になったから、机とかもこっそり見てみた。そしたら修学旅行とか体育祭とかの写真が引き出しから出てきて、S と T のとこだけ傷とか赤と黒で落書きしてあった。傷がひどくて、首のところ一直線で切り傷が入ってたり、目のところはペンで潰してあったり、画鋲が刺さってるのとかもあって、普通の笑ってる顔で目のところだけ真っ黒になってて、気味の悪い写真になってた。怖かったから戻してそれから誰にも何も言わなかった。中学は別になったので、卒業してから A には会ってないです。親友。現在進行形で、気持ち的に修羅場な話。中高大と学校も一緒だった友人。裁けていて明るい性格で、私にとっては親友だった。先日婚約して新居に越した際、遊びに来たいと言われたので、ぜひ来て、と誘った。彼と友人は初対面だし気まずいかなと他の友人も誘おうと思ったけど、大人数でも迷惑だし私一人でもいいよ。
とのこと。彼と友人は音楽の趣味や好きな作家が似ていて、コアな分野で私はあまり詳しくない、彼も。趣味の話でいろいろ語れたら嬉しいな。と楽しみにしていたので、3人で家で遊ぶことにした。その日は、作家の話や音楽の話をしたり、一緒にゲームをしたり夕食を作ったり、楽しく過ごせたと思う。その数日後、友人に連絡を取ろうとしたら LINE もメールも、何もかも全て拒否されていると気がついた。何かすごく怒らせてしまったのかも、あるいは何かあったのかも、と不安で、なんとか他の友人から繋いでもらって連絡を取ることができた。何か失礼なことをしたのか問うと、別に、とぽつり。その後から、あんたにあんな素敵な彼ができると思わなかった。私は独身で彼氏もずっといないし、自分が惨めったらしくてもう会いたくない。これからは既婚の A ちゃんとかと仲良くしなよ。お幸せに。ときっぱり言われ、切られてしまった。頭が混乱してよくわからず、とりあえず当日何かあったのではと、彼にも事情を話すと。実はあの日の翌日、友人さんから連絡があった。付き合ってほしいという旨の話だったからお断りした。でも君はずっとあの人を大切な友人だと言ってたし、自分自身もこのことをどう切り出して伝えたらいいかわからなかった。今日まで黙っててごめん。と、そこまで聞いて、ずっと見下されてたんだろうし、3人で会うのも彼氏とるつもりだったんだなぁ、と気づいた。バッサリ嫌いになれたらいいのに、中高大とずっと彼女と一緒の楽しい思い出ばかりで、あれも嘘かなと思うと、なんだか人生に空白ができたような。悲しいのとも違うざわざわした気持ちになる。食べれば治る。アレルギーは甘え。食べさせて強制すれば治る。が口癖の衝撃猛毒母から義実家に逃げて絶縁した。私と旦那の子供、当時2歳が桃アレルギー、食べると喉が大きく腫れたと知って大発狂し、何度も家に突しては。食べれば治る。しっかり強制しましょう。と言い出した。根気強く何度言っても、何度も食べれば治る、のとんでも理論を振り回して話にならないので、最初にアレルギー発症した時にお世話になった先生に相談した。連れてきてくれればアレルギーがどれだけ危険か説明しますよ。って心よく説得を引き受けてくれた。けど、クソ母は医師の先生が何を言っても。全てのアレルギーがそうとは限らないでしょう？食べたら 100% 死ぬのですか？違うでしょう？ 99% でも 1% は可能性があるでしょう？絶対に無理などという言葉を医者が使うことは許されませんよ。止まるで話が成り立たない。挙句の果てに。あなたが医師として信用に値しない人だということがよくわかりました。孫のアレルギーは私がしっかり矯正して治してみせます。と一方的に勝利宣言をして、悠々と診察室を出てしまった。先生がこりゃダメだ、って感じで、もう逃げた方がいいよあれ、ってつぶやいた。私もそのつもりだった。でないと確実に子供がボケ母に殺されると思ったし。病院からの帰りにクソ母が。デパート寄って、これからしっかり孫ちゃんのアレルギーを矯正しないと。と桃を買う気満々。車をデパートの前で止め、私は、じゃあ私駐車場に止めるから先買い物しといて。って言ってバカを車から降ろし、バカ母が車のドアを閉じた瞬間に全速で家に向かった。何か叫んでたけどグランドスルーした。家に戻って速攻で旦那と義実家に、バカ母が子供にまた桃食べさせようとした。医者に話してもらったけど聞かない。義実家に逃げさせて、と連絡。二つ返事で双方から OK が来たんで、そのまま義実家に車で逃亡した。それから半年くらい私と子供は義実家で過ごし、今の家に引っ越ししてバカ母が絶対接触できない状況になって、ようやく嵐が過ぎた。引っ越しまでクソ母が何度も義実家に襲撃かけて子供を脱出しようとしたが、乙女がその都度追っ払ってくれたおかげで無事だった。あんたのやろうとしてることは人殺し同然なんだよ。そんな殺人鬼まがいな奴を孫ちゃんに会わせると思うか、バカが。と短歌切ってくれたウトさんには本当に感謝してもしきれない。ウトメの銀婚式祝いで。これからも親子孫5人で楽しくやろうね。と言ってくれたことに感謝。